はい、皆さんこんにちは、吉野成正です。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。はい、今日ご紹介したのはですね、こちらですね、バシッ。トップアユさんのコーンポタージュせん。コーンポタージュ風味に味付けしたせんべいですと。いきましょう。いい香りだな。なんでしょう。いい香り。コーンポタージュのいい香り。いただきます。こんな感じ。ちょっと小さめですね。ちょっと薄いかな。と言いながら一つ。これあと思ったより硬い、思ったよりですよ。このせんべい硬いせんべいではないですよ。自分が思ったより硬かったってことですね。はい、まあまあまあ、なるほどなという感じですね。まあね、うん、要するにコーンポタージュの、味を足したと。まあ、それ以上ないですよね、とりあえずね。ただですね、やっぱ最初ちょっと香りが良くてインパクトありましたし、コーンポタージュ自体はうまいじゃないですか。ね。ですのでね、いいかもしれませんし、まあ普通のね、塩せんべいがいいよというね、方もね、いらっしゃるかもしれませんが、まあこういう変わり種でもね、時々はいいかなと思います。はい。星いきましょうかね。はい。もうね、だいたい星いくつ出すかわかりますよね。そうです。3つ。はい、ありがとうございます。ということで今日ご紹介したのは、トップアユさんの、コーンポタージュせんでございました。ありがとうございます。